ジャスキサバリレラのボイちゃんです。こんにちは。今日はですね、ピアノトリオをお届けするんですけれども、以前にも一度紹介したことのあるオランダのピアニストです。ルイス・ヴァン・ダイクと言います。今日お届けするこのレポートというのはこちらになります。ブルーゼルと、ルイス・ヴァン・ダイク、この人なんですね。こちらに他のレポートなんかも載ってますけども、もうヨーロッパでは有名な、オランダでは当然有名な、代表する、ピアニストです。それでピアノトリオで、他のですね、この、このジョン・エンゲルスというのと、それからジャック・スコールズというベーシスト、ドラムベーシストですね、とバン・ダイクなんですけど、いつもこの3人なんですけども、ピアノにどうしても、耳がいってしまうんですけど、このドラムベースもですね、非常にいいんですね。本当に、何ですか、三者がもう一体となった感じが伝わってきます。それでこのルイス・ヴァン・ダイクのこれはですね、デビューなんですね。これが出たのはちょっと72年ぐらいなんですけども、最初に出たものの全くこの中身のもの曲が一緒なんですね。もう一度出したという、そういったリリースした、そういったレコードなんですね。1枚目が多分それほどのセールスではなかったのではないかと思うんですね。ジャケットも冴えないし、これがいいとは言いませんけれども、これが出るその間に、ミンツーが出てきて、前回、お送りしたのは多分、それなりのセールスがあったでしょうし、なんといってもですね、彼はですね、この有名な、以前も紹介しましたが、このアンバートン、ブルーバートンとか、他のアンバートンのレコードもありますけれども、その伴奏をこのピアノトリオ、この3人がこのアンバートンの、バックをやってるんですね。それがやはり大きいのでは、彼の、生涯としてはですね、大きかったのではないかと、思います。これが皆さん知ってますよね。すごくこの伴奏も美しいですよね。それで、このルイス・ヴァン・ダイクのブルーゼットですけれども、今日お届けするのはですね、彼自身のオリジナルもありますし、メンバーの、ジャック・スコールズのもありますし、あとそうですね、ボブ・ブルックマイヤーとかポール・ポーターの What is Thing Called Love とかやってますが、今日は A 面1曲目の、このアルバムタイトルブルーゼットっていうのを、書けます。それでこれ、カッコ付きでジーン・シールマンスっていうふうに書いてあるんですね。シールマンスというとトゥーツ・シールマンスですね。あのベルギー出身のハーモニカ奏者ですよね。まあギターも弾きますけど、そのトゥーツ・シールマンスが作った曲なんです。もう非常に美しい弾みのような、ワルツのような、曲なんですね。これをお届けしたいと思います。ルイス・ヴァン・ダイク、もう最初クラシックから始めたそうなので、そのクラシックに裏打ちされた非常に、美しいこのフレーズですね、タッチもですけども大好きなんですね。はい、では、この中から、ブルーゼットお届けします。ジャズはいいよ。